小林誠也と安田雅史の初めの2分。皆様明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。小林誠也です。お正月から僕らの番組を聞いていただきましてありがとうございます。安田雅史です。ラジオをお聞きの皆さん、今年は平成最後のお正月ということで、はい、どうお過ごしになられましたか？僕はですね、毎年おせちをですね、はい、なんていうんですか、年越しにでも食べちゃうんで、はい、鴨そば、はいはいはい、あるじゃないですか。あれをもうあれとおせちを一緒にもう年末に食べちゃうので、年始にこう皆さんはおせちを食べられると思うんですが、それが普通ですね、はい、それが普通って聞いてはびっくりしました、はい、そうなんですよ。僕年末にも全部おせちを食べちゃうということで、 お正月はおせち毎年食べてないんですよね。お、そうなんですね、はい、ちょっと早いということで、早い、まあそうですね、皆様の感覚的には早いという感じになるんですけども、僕はそうなんですよ、おせちをもう全部食べてしまって、でお正月は初詣に行くみたいな形で、はい、お正月を過ごしましたが、安田さんはどういった感じでお正月を？僕はですね、実家に帰って、はい、普通に僕は、はい、お正月年始おせちを食べるんですけれども、はい、多分どこかの放送で言ったと思うんですけど、はい、母親が栗きんとんあるじゃないですか、はい、おせちに、 あれ毎年、手作りしてるんですけれども、なるほどなるほど、はい、それを頬張りつつ、はい、僕の家が5人あ家族なんですよ。お、はい、しかも男3人兄弟なんで、毎年すごい量の栗きんとんが来るんですけど、そうですよね。僕は甘いもの大好きなので、それを一人で頬張ってましたね。一人で頬張ってましたね。そういうことをしてますね。これ多分もう毎年のようなんで、多分母親も分かってて多めに作ってるんじゃないかなって最近ちょっと。なるほど、安田さんの分も多めにね。なるほどなるほど、予想して、はい、ということでということで、今年のお正月は先ほど申し上げました通り平成最後ということで、はい、もうね、平成30年を振り返ってみたいな特番も多かったと思いますが、はい、そうですね、これからね、本当言語も変わるという、そうですね、言語が変わる4月あたりまではまだまだ増えてくるんじゃないんですか、はい、平成に生まれた僕らにとって平成時代の、はい、最大の事件はこの日本に生を受けたことなんですが、そうですよね、本当に僕たちがね生まれ持ったということで、もうもちろんね、それはそうなんですけども、はい、僕にとってこう自分に関する出来事以外の覚えている範囲のね、平成大事件というか、はい、トピックスがですね、はい、あるとしたら、こうまずあれですかね、笑っていいともという番組、ああなるほど、はい、はい、番組が終わってしまったこと、そうですね、長寿番組、はい、平成26年ですかね、はい、2017年に笑っていいとも終わ7年じゃないか、はい、2014年、はい、かな、はい、はい、笑っていいとも終わってしまった、31年半ですよ、そうですね、超長寿番組が終わってしまったっていう衝撃、はい、がやっぱり大きかったのと、あとは2つ目にこうスカイツリーが立った、そうですね、あれ僕それもやっぱりそれまで東京タワーが一番大きいというか、はいはいはい、象徴的なタワーとしてですね、はい、あれがあったので、すぐもうスカイツリーが、その東京タワーが333メートル、はい、でスカイツリーが637メートル、はい、武蔵634メートルか、4メートルっていうので、もうめちゃくちゃでかいのができたっていうのでびっくりしましたね、本当に。でやっぱどうしてもそれに伴いなのか、やっぱり僕たちその、映像関係、映像で、はいはい、映像の業界で生きているということで、はい、デジタル、アナログ放送が終わってデジタル放送になったっていうのが、確かにそうですね、本当になんかすごい一番記憶に残ってますね、すごい大きく思います、はい、今でも、はい、確かにそうですね。安田さんはなんかこう3つ挙げるとしたら、ね、3つ挙げるとしたら、僕一つ目はもうこれはもう本当に言いたいことがあるんですけど、はい、あと WBC という世界の野球大会があったんですけど、はい、それの第2回大会の決勝戦ですね、はい、決勝戦、決勝戦、はい、でその大会、僕大好きなプロ野球選手が、はい、イチロー選手、あ
まあ、その一人なんですけれども、はい、大好きな選手の一人がイチロー選手なんですけども、はい、まあ、そのイチロー選手が、まあ、その大会ちょっと不調気味だったんですね、ずっと準決勝まで、はい、ただ最後の最後に決勝打を打ったあの瞬間、しかもそれを、まあ、テレビだったんですけど、はい、テレビの中継で見られたっていうのは、あ、なるほど、ちょっと夜更かししてよかったなみたいななるほど、夜更かしした甲斐があったと。そうなんですね、それでよかったなって思いましたね。あ、なるほど、まあ、もう一つは、まあ、これもスポーツ関係になっちゃうんですけど、はい、まあ、なでしこジャパンが今でもかな、はい、まあ、優勝したじゃないですか、ワールドカップで、はい、そうですね、まあ、その時、まあ、父親と早くちょっと見ようぜっていう話になって、はい、で早く、僕でも朝すっごい苦手な人間ではいはい、はい、もう父親にお前が見ようぜって言ったんだろうみたいな感じで叩き起こされて、どやされて起きて、もう眠い目をこすってサッカーの試合見て、はい、でも最後の最後で澤選手のあの、あ、あのシュート、シュートでうわーって、それでもう眠気が完全に吹っ切れて父親と、はい、まあ、もう途中から起きてきた母親もいたんですけど、はい、まあ、それともう3人でやったみたいな、普段サッカー見ないのにその日だけ見るみたいないう感じだったんですね、うん、で、まあ、最後は、まあ、スポーツは関係なく、はい、まあ、青色発光ダイオードが、まあ、僕今世、もうこの平成で最大のコピツなんじゃないかなと思いますけどね。まあ、これはまあ今皆さん使ってると思うんですけど、そうですね、スマートフォンとかにも使われてるので、はい、まあ、これが僕の中での一番のやつかなって思います。なるほど、はい、まあ、とにかくですね、はい、まあ、こんなまだまだ未熟な、はい、若手2人ですが、はい、2人ですが、もう今年も頑張って番組を進めてまいりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。世の中的にも記念すべき、平成最後のお正月から、まあ、僕ら2人で無事こういった番組出させていただけることに感謝して、まあ、今回はもっともっとラジオを聴きの皆さんに僕らの活動の進化や成長を一つでも多く報告できるよう、まあ、本業の俳優業も頑張っていこうと思っておりますので、皆さん、はい、もう今年も僕ら2人への応援どうぞよろしくお願いいたします。改めまして、現在放送中のはじめの2分、担当は小林誠也と安田雅史の若手俳優2人がお送りしております。さて、先ほどもお伝えしました通り、記念すべき新年1回目のゲストに来ていただきました、はい、それこそ記念すべき初めてのラジオ出演だと聞いておりますが、新人俳優の的場浩司くんです。ラジオをお聞きの皆様、はじめまして、明けましておめでとうございます。新人俳優の的場浩司です。よろしくお願いいたします。的場くん、緊張してますか？あの思ってる以上に緊張しております。思ってる以上に、思ってる以上に緊張してる。そうです。それではまずは的場浩司くんのね、はい、はい、プロフィールを簡単にご紹介させていただきます。よろしくお願いします。的場浩司くんは山形県酒田市出身の21歳、はい、現在大学でミュージカルの勉強をしていらっしゃいます。大学では持ち前の身長と演技力などで数多くの作品でメインの役どころとして出演されてらっしゃるほか、学外の歌のイベントでも高い評価を受けるなど、今後が期待される新人俳優です、はい、と紹介させていただきながら、はい、我々2人、はい、先輩2人がもっと頑張らねばと強く感じてしまうんですが、はい、今回お正月の、そして実は公演前のお忙しいところ、この番組にお越しいただきましてありがとうございます、はい、ありがとうございます。ここまでお聞きになってお分かりの通り、そんなに緊張するほどの番組でもないんで、あの、はい、離れのために楽しんでいってください、はい、そうですね、はい、離れですから、はい、慣れていかない、はい、慣れていきましょう、慣れていきましょう、はい、それではラジオを聴きの皆さんにも浩司くんがどんな人なのか覚えてもらうためにいろいろと質問していきたいと思いますが、まずは今小林さんの紹介の中にもあったのですが、まあ、ラジオをお聞きの方は分からないとは思いますが、まあ、実は浩司くん身長が大きくてですね、そう、何センチあるん、一応189センチということになってます。一応それは189センチで統一しましょう。そうですね、そうですね、おそらくあのうちの事務所の社長がちょっと大きすぎるとなかなかキャスティングされにくいということだよね。はい、そう
おっしゃってました。なるほど、はい、じゃあそれならコウシ君は189センチ、はい、まあ、これからまだまだ大きくなっても、はいはい、永遠に189センチ、はい、皆さん覚えていただけましたか。今回のゲスト的場コウシ君の身長は誰が何を言おうとこれからもずっと189センチです。わかりました、一応覚えておきます。覚えるのはあのリスナーの皆さん。そうですね、はい、まあね、はい、では本題に戻って、はい、いろいろ伺っていきたいと思います。現在大学でミュージカルの勉強中ということですが、はい、なぜミュージカルを勉強しようと思ったんですか。はい、僕はもともとエンターテインメントに興味がありまして、はい、あの歌うのと踊るのと演じるのがとても興味があったんですね。はい、なるほど、はい、でその3つを同時進行で何かやりたいなと思ったら、はい、そのミュージカルっていうのにたどり着いたんですね。はい、なるほど、はい、実際学校ではどんな風な勉強をしてるの。学校ではですね、演技とダンスと歌を中心に勉強してるんですけど、なるほど、はい、それとプラスアルファでそのマネージメントの部分、その舞台に舞台とその業界に関わる部分の勉強してます。はいはい、なるほどなるほど、はい、そんなコウシ君がなぜ映像の道に進もうと思ったんでしょうか。それすごい僕も悩んだ部分があるんですけれども、はい、その舞台はやっぱり特定多数の方々にしか見られない、声に来ていただいた皆様の、はい、でも映像になると、はい、不特定多数の皆様に自分を知ってもらえると思ったので、はい、この業界を頑張っていこうかなと思いました。はい、より多くの皆様に知っていただくために、はい、なるほど、まあ、そしてこの映像の道に進もうと決めた、まあ、コウシ君なんですが、はい、これまたなぜ、映像制作会社プラスボックスに契約してもらえることになったんでしょうか。はい、それはですね、はい、その知り合いの方がいらっしゃいまして、はい、その方からその社長を、はいはい、紹介していただきまして、あ、はいはい、でその時に僕の野望を語らせていただいたんですね。なるほど、社長に。そうです、内なる野望を内なる野望を語らせていただいた時に、はい、その寛大なるお心で受け止めていただいて、寛大なるお心。そうです、なるほど、で今日につながっているわけです。ありがたいことも。なるほど、はい、なるほど、あ、なるほど、寛大な野望、寛大な野望じゃねえや、野望を寛大な心で受け止めたと。そうです、混ざっちゃったよ今、今もう圧倒されちゃった今、ね、身長とともに野望に身長と、まあ、そんなコウシ君、実はもう早くも一度映像の現場に行かれたとか。そう、ありがたいことに、はい、あの松田龍平さん、はい、はい、大先輩の松田龍平さんの、はい、隣を歩かせていただくという役どころをいただきまして。どんな心境だったんですか。その時はですね、はい、なんでこの人はここにいらっしゃるんだろうかという超不思議な感覚、はい、迷い込んだ子羊の。あ、なるほど、確かに、ね、確かに僕もあの初めて映像 の, その現場に行った時に、はいはいはい、本当に あれテレビで見ている人が実際に目の前にいらっしゃるっていう、やっぱなりませんでした。いや、なりましたよ。やっぱみんななりますよ、ね、それはもう、はい、いらっしゃるいらっしゃる、そう、いらっしゃる、そうなんですよ、不思議な感覚が、ね、確かにありましたね。まあ、ちなみにオンエアはチェックされたと思うんですが、はいはい、実際に家で自分が出ているシーンをテレビで見てどんな感じでしたか。はい、不思議と、はい、緊張はしなかったんですよ、見るとき。はい、その緊張せず興奮もしなかったんですね。おお、なるほど、はい、逆に自分の踏み出したい場所に一歩踏み出せたというか、あ、そんな実感が。スタートラインにみたいな。そうです、あ、なるほど、やっと一歩踏み出せたという感覚でしたね、あの時は。あ、すごいいいですね爽やかだね本当にフレッシュな状態、はい、フレッシュな、フレッシュな、はい、そうです。いや、ちなみにあのお会いしてみたいというか、はい、共演はまだまだ先だと思うんですけども、そうですね、はい、現場に行ってみたい俳優さんとかってどなたですか。はい、僕はあの先ほども言ってもらったんですけど、ちょっとすごい高いんですね、はい、身長が。あ、はいはいはい、でこの業界でどうやって活躍していこうかなって思った時に、はい、やっぱりお会いしてみたいなと思った人はやはり阿部寛さん。あ、なるほど、はい、同じく身長の高い今下町ロケットって、あ、はいはい、出演されていつかお会いしてみたいなと思って、はい、そういうところで。あ、なるほど、実際にその現場に行って、はい、その身長を生かした演技を勉強したいと。勉強になりますね。そうですね、あ、なるほど、
じゃあ、あれなんですかね、はい、今今後出てみたい作品やジャンルとかもありますか、はい、俳優さんじゃなくて作品、はい、このジャンルだとかありますか。僕はもともと戦隊ものに興味があって昔から、お、はい、その仮面ライダ ー, あーやっぱり男の子の憧れる、確かに、はい、そういうものに出てみたいのが一つあるのと、はい、それとは自分に合ったジャンルっていうのがまだ分かってないので、まあ、はい、本当に新人なので、あ、ね、はい、でもそのいろんなジャンルに出演させていただいて、はい、自分に合ったものを見つけたいなと今思っています。なるほど、やっていく上で、そうです、はい、なるほど。じゃあ、それではここでちらっとね、お仕事以外のこともお伺いしていきたい、はい、いきたいと思いますが、はいはい、山形県酒田市のご出身ということですが、はいはい、その山形県酒田市って簡単にラジオのお聞きの皆様に説明すると、うん、どんなところですかね。山形県酒田市は山形県の日本海、はい、日本海側が、あ、はい、の北にあるんです。山形県の北西、はい、北西に位置しているところなんですけど、はい、田んぼに囲まれてて本当に田んぼがバーってあるんですよ、はい、田んぼとあと山です本当に。あ、なるほど、自然豊かな、綺麗な自然に囲まれて育ちました。羨ましいです。いいですね。米が美味しいです。米、ああ、食べ物美味しいです。ああ、そうですね。庄内なので、はい。なるほど。まあ、今ちょうどラジオお聞きの皆さんも故郷から戻られたところだと思いますが、はい、まあ、山形のお正月ってどんな感じですか。山形のお正月は僕はあんまり変わったところがあるのかなって今考えてみたんですけど、はい、聞いてみたところ1月2日に、あ、はい、米を、米じゃない、餅を、餅を、お餅を叩く、はい、叩くっていうか作る、作る、あ、お餅を作るんですか。そうです。へ、でも聞いてみたところやっぱり正月、はい、元日か1日の前、あ、元旦にも、そうです、ね、作ってしまう人が多い、はい、でもうちの場合は、はい、まあ、僕の家だからか分かんないんですけど、はい、2日に作るんですよ。へ、親戚と集まって、あ、親戚皆さん集まって、そうです、そうです、そうです。へ、そこがちょっと変わってるのかな、変わってるっていう質問でしたっけ。まあ、いや、変わってると、まあ、どんな感じかなって。そうです、はい、地元の、そうです、その、うん、お家のお雑煮とかっていうのも、確かにお餅を、お雑煮で、普通のお餅とか使われるんですか、実際に。使います。醤油、うちは醤油ベースで、あ、はい、そしてお餅が入っていて、その炊きたて、炊きたて、つきたての、はい、つきたてのお餅と、あとはごぼうとかごぼうなどの野菜が入っていますね。へえ、なるほど。まあ、じゃあこれはまあ後輩の講師君には初めてだと思うんですが、はい、まあ、実はまあ私安田雅史、はい、栃木県出身で、え、そうなんですか。そうなんですよ。同じ、はい、地方出身、地方出身、ね、はい、まあ、この番組でもまあ何回となく話題に上がってるんですが、まあ、訛りがなかなか抜けなくて困ってるんですけど、講師君は全く訛ってないんですが、何か特別のトレーニングしてるんですか。僕トレーニングをした覚えはなくて、ただ昔からその、はい、この、はい、なんていうんですか、テレビ、はい、テレビを見てるのが多かったんですよ。あ、いろんなバラエティ番組とかを見て、はい、バラエティ番組って大体標準語が多いじゃないですか。でそれを見てずっと見てたんで、多分そっちに行かなかったのかなって。あ、なるほど、なるほど。テレビの影響で標準語にずっと触れ合ってたってこと。そう、触れ合って触れ合って触れてたって、まあ、そうですね、はい、あってはねえから触れ合ってたんで、確かに。あ、それやっとけなかった。ただ向こうに帰ると出ちゃいますね。ああ、やっぱりそのところの言葉で、地方あるあるなのかな。それは確かに僕も熊本とか出ますね。そうでも、そうですね、テレビって、なるほどなるほど。 そうです。そしてそんなうちの事務所の新人的場浩司君が、はい、先ほど紹介にもあったように、はい、近々舞台をされるとか。あ、はい、はい、そうなんですよ。ご期待させていただいてもいいですか。はい、ぜひぜひぜひ。こちらに、お、はい、見えない、見えないからかな、前に、はい、こちらにあるんですけれども、ですけれども1月20日のお昼12時と、はい、あと午後17時から、あ、夕方の、はい、で僕今昭和音楽大学のミュージカルコースというところに所属させていただいてるんですけれども、はい、そのミュージカルコースの北校舎、はい、スタジオリリエという場所で、はい、ミュージカル講習10期の後期支援会という、支援会、そうです、はい、その発表会みたいな感じなんですけど、あ、はい、それの発表があります。はい、
作品とかは作品はですね、はい、Once Upon a Mattress というミュージカルなんです。はい、ミュージカル。そうです、はい、どういった作品だったりとかって教えていただけますか。ちょっとだけあらすじなり、ちょっとだけ、はい、すっごいかいつまんで話すとですね、はい、王子様がいて、はい、母親がいて、はい、でも王子様は結婚できなくて悩んでるんですね、はい、それは何でかっていうと、はい、その王子様が、王子様のママが結婚しない、はい、結婚するなと言って、あ、はい、へ、反対してると。 そこにプリンセスが来て、来るかもしれない。なるほど。言っちゃった。そういう、まあ、見に来てくれたら分かるという。どういった舞台ですか。恋愛系ジャンル的。ジャンルはですね、ユーモアあふれるコメディ映画です。あ、コメディなんですね。コメディミュージカルになってます。コメディミュージカル。はい、恋愛かと思ってましょう。そうです、はい、まあ、コメディ。そうです、コメディ。じゃあぜひ皆さんも楽しめるんじゃないでしょうかね。はい、まあ、ラジオお聞きの皆さん、まあ、今回のこの出演で、まあ、ご興味を持っていただいた方は、まあ、ぜひ1月20日の舞台にいらしてください。はい、します。それではこの辺りで、うちの事務所の新人俳優的場浩司君から改めて、はい、ラジオをお聞きの皆様に、はい、メッセージをお願いいたします。 皆さん改めまして、プラスボックスの新人俳優になりました的場浩司です。これから一つでも多くの舞台じゃない、経験を積みまして、より早く役どころをもらえるように精進していきますので、ぜひ応援、そしてこの的場浩司を覚えていただきますようよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ということで、ね、はい、皆さんぜひ的場浩司の名前を覚えてやってください。はい、まあ、本日はお忙しいところどうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回のゲストはプラスボックス新人俳優の的場浩司くんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、もうエンディングのお時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。オープニングでもお伝えさせていただいた通り、今年も皆さんの応援とともにどんどんお便りお願いいたします。送り先はメールアドレス info@plus-vox.com info@plus-vox.com はじめの2分までお待ちしております。それでは、はじめの2分、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。この番組のパーソナリティは小林誠也と安田正史でした。皆さん、最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。